トーステン・ロイブル・トーステン、ロイブルは、ドイツのプロバスケットボール指導者。ケムニッツ出身。ヨーロッパ最高クラスタルフィバ DBBA 級ライセンスを保持している。23歳より、プロバスケットボールコーチとなる。2006年に来日し、トヨタ自動車アルバルクのヘッドコーチを2シーズン務め、2006から07シーズンには、オールジャパンリーグの2巻に導き、 コーチオブザイヤーを受賞。帰国後、ケムニッツ 99S のヘッドコーチ就任。2011年には、ドイツエリーグコーチオブザイヤーを受賞。2011年、トヨタ時代の教え子、織本モ彦が、選手権代表を務めるレバンが北海道のヘッドコーチに招かれる。2012年退任し、男子日本代表のアソシエートヘッドコーチに就任。 2015年1月に日本バスケットボール協会改革のため結成された FIBA タスクフォースにおいてバスケットボールデベロップメントワーキンググループのリーダーを務めた。同年7月アンダーカテゴリーの男子日本代表チームヘッドコーチに就任した。任期は8月から3シーズン。FIBAU19 バ,バスケットボールワールドカップ2017で10位。 2018年9月 3X3 日本代表のディレクターコーチ兼ヘッドコーチに就任。フィバ3 x 3 u 2 3ワールドカップ2019で女子チームが金メダル獲得を達成。この優勝は日本勢にとって男女全カテゴリー通じて初の世界大会優勝である。2021年開催の東京オリンピックをもって退任。 ありがとうございます。